福島県南部、栃木県との県境にある西郷村。こののどかな村に今大量の土砂が運び込まれていると聞き、取材に向かいました。あれだけ高くなっちゃったから、ここ通い人も便に入ってね。てうん、なんだよあれはつって。<laughs> 国道沿いにある駐在所から横断歩道を渡ると土砂の山、すぐ裏手には民家があり空から見てみると巨大な土の壁が迫ってきているのがわかります。 付近の住民が異変に気づいたのは、今年の7月。大型のダンプが次々とやってきて、土砂を運び込んでいったといいます。夜中の,の2時、3時からあのー、動き始まってて、下ろし始まっていて、土浦ナンバー、筑波ナンバーが最初多かったんですけども、栃木ナンバー、那須ナンバーも結構来てましたね。村によると、 土砂があるのは私有地で、規制する条例がないため、手が出せないと言います。で、その関東の方でそういう,うに規制ができたりすれば、だんだんその、まだ緩いとろに来るんじゃないかということであの、西郷もやっぱ狙われたんじゃないかと。住民たちが懸念しているのは、土砂の崩落。雨が降ると、山に亀裂が入ると言います。 高齢者もいるので、自宅には、逃げるに逃げられなくなって生き埋めになったなんていうのが考えると、もう、ゾッとするくらいですね、当然、撤去はしてほしいです元のも、元の位置に戻してほしいっていうぐらい、思ってます村は今後、今回のような盛り土を原則許可制とする条例を制定し、新たな搬入を規制することを検討しています。